い、右トーン、はい、左はシンタ、はい、センターフカナト、はい、右はダイ、左はゴー、和田くんで、はい、で、アバス、こう俺たちはね、やってることっていうのは本当に難しい。要は、力を持った時にね、ロングボールを蹴る方が楽じゃんね、怖くないね。でも、なんで繋がるかっていうとね、いくらこう何も考えずにこう蹴り込んでもサッカー上手くならない。じゃあどうやって組み立てるのか。さっきやったみたいに、相手がワントップでプレッシングした時は、相手がワントップでプレッシングした時はどこにチャンスができるのか。じゃあどうやって組み立てるのか。じゃあ昨日の西南みたいに、あの2トップで2、3ではめに行った時は どこにロングボールを蹴ればチャンスができるのか、これを理解する。何も考えずにね、あもうはいマークされてたらロングボール蹴りますとなって、いつロングボールが有効なのか。あじゃあ前からこうはめに行くと、ああいうツートップはめに行くのに、これでショートパスはもう無理ですよね。でこれ無理やりつなぐ意味もない。だからといって何も考えずに蹴ってもいいんだよ。どうやってね、ロングボールでどうなるかわからんボールを蹴るんじゃなくて、どうやってマイボールでチャンスを取るのかとやった新しいルーダーの仕方ね、あるいはツートップの仕方で、勝利する試合に勝つプラス、なおかつこれちゃんとサッカーを学びながら勝つことが大事。あれだからってじゃあ、ね、相手ワントップで来てるのに、ね、ビビってよ、最初怖いかなと思って蹴ってみような蹴ってセカンドボールどうするかみたいなじゃなくて、ちゃんと相手ワントップで来てたら何しなくちゃいけないのか、デッドスペースをどう作るのか、何を考えなくちゃいけないのか、ツートップで来てたら何を考えないかみたいな、しか頭を動かす。失敗はあるけど、失敗はいい、失敗してもいいから思い切って、失敗したらまたみんなでボール取り返す、でまたチャレンジすればいい。失敗を恐れずに、だからして負けていいわけじゃない、試合勝てないから。